第九回十字軍は1271年から1272年にかけて聖地を目標として行われた中世最後の大規模な十字軍。1270年の第八回十字軍の一部として扱われることもある。フランス王ルイ九世は1270年にチュニジアを攻撃したが失敗した。これを受けて、 イングランドをヘンリー3世の息子エドワードがアッコに向かった遠征を第9回十字軍と呼ぶ。この十字軍はマムルークチョルターンのバイバルスと戦い何度か勝利を収めたが十字軍内の対立が収まらず撤退した。以降聖地に向けた十字軍が実際に行われることはなく約20年後の1291年にウトラメールにおける最後の砦アッコが陥落し、 十字軍国家は事実上消滅することになった。1260年、マムルーク朝はアインジャールートの戦いでモンゴル帝国の遠征軍を破った。この戦いで活躍した将軍バイバルスは、キロデシュ君のクツュズを暗殺し、スルターンイを奪った。十字軍国家に矛先を向けたバイバルスは、アルスーフ、アトリット、ハイファ、サファド、ヤッファ、アスカロン、 カエサリアといった十字軍の都市を次々と攻略した。ウトラメールのキリスト教徒たちはヨーロッパに援軍を求めたが、ヨーロッパ諸国の反応は鈍かった。1268年、バイバルスはアンティオキアを攻略し、アンティオキア公国を滅ぼした。その南のトリポリハック国やイエルサレム王国の残部は、マムルーク朝の領土に包囲される形となった。 フランス王ルイ9世は第7回十字軍に続きエジプトへの上陸を予定していたが弟のシチリア王シャルル・ダンジューの思惑によりチュニスのハフスアサを攻撃したこの1270年の第8次十字軍は薬病でルイ9世自身が死去するなどして失敗したイングランド王子エドワードがチュニスに到着した時すでにシャルル・ダンジューは ハフス朝のアミールと交わして、シチリアに帰るところであった。仕方なく、エドワードは、シャルル・ダンジューラ十字軍の残兵と共に、聖地でマムルーク町に脅かされているアンティオキア公、トリポリハクボエモン六世を助けに行くことにした。エドワードは1271年5月9日に、アッコに到着し、1000人ほどの小規模な軍の指揮を任された。 十字軍国家の最後の取り出となっていたトリポリアアッコには数万人のキリスト教都難民が逃げ込んでいた。エドワードがアッコに到着するとバイバルスはアッコ攻略を一旦取りやめた。エドワードの軍はイスラーム勢力に正面から挑むにはあまりにも小規模でバイバルスのマムルーク軍がアッコのすぐ北東にあったドイツ騎士団のモンフォート城を落とすのを止めることもできなかった。 その代わり、エドワードらは、周辺のイスラーム支配地域を襲撃して回った。現代の歴史家の中には、これを、軍の散歩と呼んでいる者も,もいる。ナザレを吸収して占領し、住民を殺害した後、ストリートジョルジュでレベインを襲ったが、結果として数軒の家と穀物を焼いただけで、数人を、暑さのために失った。その後、エドワードの弟エドマンドが、 イングランドやキープロスからの援軍を率いて到着した。これを受けてエドワードはテンプル騎士団、ホスピタル騎士団、ドイツ騎士団の支援のもとに国軍を攻撃した。彼らは大勢だったトルコ人の軍勢を驚かせ1500人を殺し5000頭の家畜を戦利品として獲得した。このトルコ人の軍勢というのはモンゴル人に追われて移住してきて、 1268年にバイバルスから馬、称号土地を与えられて軍務についていた集団だとされている。ムスリム側の記録では、エドワードの軍旅により一人のアミールが殺され、一人が負傷したとしている。さらにカーンの上司は城を放棄せざるを得なかった。しかし、エドワードはこの城は奪うことなく、バイバルスの本軍がやってくる前に撤退した。このバイバルスは、 アレッポにいて、モンゴル人の攻撃を防いでいた。1271年12月、エドワードらはアッコを攻撃してきたバイバルスを撃退した。その後バイバルスは、トリポリの攻略も断念しているが、その理由は分かっていない。同時代の資料では、エドワードが、包囲戦への攻撃を観光して、マムルーク長軍を撃退したことになっているが、現代ではこれは否定されており、むしろ、 バイバルス側が新たな十字軍の力を測りかねて、深入りを避けたものとする説も挙げられている。エドワードはアッコに到着して間もなく、イルハン朝のアバカの元に使者を送り、モンゴル人との同盟構築を模索している。アバカはキリスト教徒であり、マムルーク朝と対立していた。彼らからの援助を引き出すために、レギナルドロスル、ワウスの五道フロはジョン・オブ・パーカーらが派遣された。 1271年9月4日付の編書で、アバカは十字軍との協力に同意し、ふさわしいマムルーク町攻撃時期を尋ねてきた。1271年10月末、サマガー率いるモンゴル軍がシリアに到来した。しかしその実態は、イルハン町に服属するアナトリアのセルジューク人の、たった1万人ほどの騎兵軍であった。アバカ自身がトルキスタンでの紛争に暴殺され、 イルハン朝の主力をレイバントに送ることができなかったためである。とはいえ、キトブカの再来を思わせる、モンゴル軍襲来の方が、ムスリム住民に与えた恐怖は大きく、難民がカイロにまで流れ込んだ。モンゴル軍は、アレッポのトルコ人防衛軍を破って難進し、アパメアに至るまでを荒廃させた。しかし、11月12日に、カイロから、 バイバルスの反抗軍が立った時には、モンゴル軍はすでに戦利品を満載して、ユーフラテス川まで撤退していた。エドワード暗殺未遂十字軍がエジプトに、海陸両方から攻撃を仕掛けてきた場合に、自身の地位が極めて危ういものになることに気づいたバイバルスは、海軍を増強して、これを防ごうとした。艦隊が完成すると、バイバルスは十字軍を直接攻撃するのではなく、 キプロスを遊具三世のいる、キプロス島を攻撃することで、キプロス王国の艦隊をアッコから引き剥がし、エドワード・ラ・十字軍を陸上で孤立させる作戦を取った。1271年、17隻のガレー戦が、キリスト教徒の船に偽装して、リマソールを攻撃したが、この艦隊は、リマソール沖で、キリスト教艦隊に撃破され、バイバルスの目論みは、失敗に終わった。 戦闘では勝利したものの、イエルサレム奪還のために進撃を続けるには、エドワードは十字軍内のキリスト教諸国の対立を収めなければならなかった。彼は、ユーグ三世とイベリンカの対立を調停するなどする。一方で、ユーグ三世と共にバイバルスとの停戦交渉も進めていた。1272年5月、カエサリアで10年10ヶ月10日の休戦が合意された。 その後エドワードは直ちに弟エドムンドをイングランドに帰還させたが、自らは急戦が履行されることを確認するためしばらく聖地に留まった。その翌月、エドワードの暗殺未遂事件が起こった。暗殺者を放ったのはラムラの大使ともバイバルスとも言われ、暗殺教団の山の老人の仕業だったとする伝説もある。エドワードは暗殺者を倒した者の毒を塗ったダガーで、 重傷を負い、さらに帰国が遅れることになった。1272年9月、エドワードは悪行を絶った。途中シチリア島で療養中、彼は息子ジョンと父ヘンリー3世紀の死を立て続けに知った。1273年になってエドワードは、シチリア島を離れ、イタリア、ガスコーニュ、パリを経由し、1274年半ばにようやくイングランドに帰還し、 8月19日に、エドワード一世として退官した。ロマン主義会が、最後の十字軍。1271年の遠征中、エドワードと共に十字軍に従軍していた、リエージュ助裁長テオバルドビスコンティが、ローマ教皇に選出された。彼は、聖地から帰還後に、グレゴリウス十世として即位し、1274年の第二リオン公会議で新たな十字軍を発令したが、 実現しなかった。一方で、キリスト教世界では、新たな内部構想が持ち上がっていた。野心家のシャルル・ダンジュは、ユーグ3世、テンプル騎士団とベネツィア共和国の間の対立を、利用して、残存している十字軍国家を己の手中に、収めようとしていた。彼は、イエルサレムを、アモーリー2世の孫、マリアを利用して、ユーグ3世を攻撃し、 有名無実なイエルサレム王国の中で内戦が母、発した。1277年、サンセベリーノ・ノルチェロが、シャルル・ダンジューのために、アッコを奪取した。曲がりなりにも、シャルル・ダンジューを、単独の司令官とした十字軍が実施される、可能性もあったが、この希望は、ベネツィアの反対により告げた。ベネツィアは、 マムルーク朝ではなくコンスタンティノープルを十字軍の目標とすべきだと主張したのである。第四回十字軍で成立したラテン帝国を滅ぼしてビザンツ帝国を復興したミカエル8世、パレオロゴスはラテン帝国の後ろ盾だったベネツィア人をコンスタンティノープルから追放していたのである。グレゴリウス10世はこれを却下したが1281年に強硬に即位した。 マルティヌス4世がシャルル・ダンジューのビザンツ遠征を承認した。これに対しミカエル8世は1282年3月31日のシチリアの番章を洗動し、シャルル・ダンジューはシチリアを失う羽目になった。第9回十字軍が去って以降、マムルーク朝は十字軍国家に対し和平の代償として、功能や巡礼者への課税拡大など様々な圧力をかけていった。 1289年、スルターンのカラーウーンは大軍勢を率いてトリポリを攻撃し、これを精算な攻防戦の末に陥落させた。しかしこの戦争でカラーウーンも有能な長男を失うなど、キリスト教勢力の抵抗により大きな損害を被った。1275年、アバカはエドワード一世に再度の十字軍遠征を求め、 今回は以前以上の支援ができるとする書簡を送った。同年のうちに、エドワード一世は返書を出している。彼は、第9回十字軍の際のアバカの支援と、キリスト教への行為への感謝を述べ、次の十字軍がいつになるかはわからないが、聖地奪還の熱意は持っており、教皇が新たな十字軍を宣言した際にはアバカにも通知するとした。 実際には、エドワード一世は次の十字軍のための用意をするようなことはなかったため、この手紙は形式的なものに過ぎなかった。1276年にアバカは再度同じ内容の書簡を送ったが、この時は1271年の十字軍の時に十分な援助ができなかったことを詫びる内容も含まれていた。1291年、 アッコからのキリスト教王と巡礼者の一団が攻撃を受け、その報復として9人のシリア人、ムスリム商人が殺害された。カラーウーンは莫大な追徴金を要求し、これが支払われないと見ると、これを口実にアッコを攻撃しようとしたが、出陣前に病没した。この戦争の仕上げは、息子のアシュラフ・ハリールが成し遂げた。このアッコの陥落により、 十字軍国家は、キプロス島とアッコの遥か北方のトルトーザを、残すのみとなった。1299年、ガザン藩率いるイルハン朝軍が、マムルーク町に勝利を収め、ホムスの北東からガザに至る広い範囲を征服したが、1300年には、シリアから撤退した。その後もモンゴル人や、キリキアアルメニア王国は、シリア奪回を試みたが、1303年のマラジュ。 アイコールサハルの戦いで敗北を起死した。1303年、アジア大陸における最後の十字軍の取り出だった、ルアド島が陥落した。第一回十字軍の始まりから208年後のことで、あった。ありがとうございます。